木に登って花をつけるツルアジサイツル植物ツル植物は、自らの合成で体を支えるのではなく、他の樹木や物体を支えにすることで高いところへ茎を伸ばす植物のことである。つる草、くず、ツルなどとも言う。ツル植物には、草本と肝とがあり、肝になるつる植物のことを藤本という場合もある。木本性つる植物は巻きつく、張りつくなどして、 周囲の樹木等に取り付き、その樹木に自長支持を依存しながら成長する。樹木では、自長を支えながら高く成長するため、茎肥大に大きな資源投資を必要とするのに対し、ル植物の成長様式は、その分の資源を茎新長と波量増加へと振り分け、よって資源を効率よく用いて、生育空間と光合成生産を拡大する戦略である。この戦略は、 光競争の激しい環境で優先する上で、あるいは生産性の低い臨内環境で成長を維持する上で、大きな利点となる一方で、常にホストを獲得する必要があり、ホストが故死した時に巻き添えを受ける等の制約を受ける。長期的には、必ずしも効率の良い個体成長を可能にするわけではなく、さらに地面まで完全に落下するリスクも内包する不安定な、 成長様式とも言える。ツる植物による宿主植物の探索には葉が小さく長い茎を持つ特殊化したシュートを伸ばして周囲の空間にある枝を探る。宿主となる植物の枝にたどり着くとこの探索用のシュートから光合成に有利なたくさんの葉をつけた短い枝を発達させ新たに獲得した宿主植物の樹幹へ進出するための足がかりにするのである。 する植物の材の特徴として、引っ張りに強いことが挙げられる。一般の樹木のように直立するわけではないから、左右に曲がっても構わないが、長さの割には細い茎で、高い枝で体を支えながらそれ以下の部分を引っ張らなければならない。そのため、材には細長い縦方向の繊維が多い。また、材の主要な構成要素は同感であり、 茎が細いことは水を汲み上げる点では不利である。そのため、ル植物の茎では、導管が太い例が多い。木本性ル植物の影響は、樹木個体にとどまらず、倒木などによって生じるギャップ内において、樹木の成長を抑制することによって、森林全体の炭素蓄積量を減少させることや、樹木に比べて、 幹が細い木本性ツル植物は、幹の大きさに対する蒸散量が樹木よりも多いことから、森林の水循環に貢献しているなど、森林動態にまで影響することが示唆されている。ツル植物は、何等かの形で、他の植物に自分の体を固定する必要がある。ツル植物が巻きついたり張りついたりして、背丈を伸ばしていくことを当反という、代表的なものを以下に示す。 キュウリの巻き髭巻きつくために特に分化した紐状の構造。それを他のものに巻きつけることで植物体を固定する。巻き髭は単独のものも枝分かれしたものもある。遠藤では巻き髭は葉の先端にあり葉の一部が変化したものと考えられる。トウツルモドキでは葉先が伸びて巻き髭の機能を持つようになっている。ウツボカズラは葉先からツルが伸び、 先端に補充能を持つが、この鶴が巻きひげの働きも兼ねている。ブドウ類の巻きひげは、葉の基部から出て、葉と耐性する。サルトリーバラ類では、炊く葉の先端が伸びて、巻きひげになっている。巻きひげは、何かに触れるとその先端で巻きつくと同時に、より基部に近い位置で、螺旋状にねじれを生じて、植物体を引き寄せる。 螺旋状になった巻きげはバネのように働いて緩やかに植物体を固定する役割を果たす。する植物の巻きげは自己識別能力と同種識別能力を持つことが明らかになっている。ちなみにこの螺旋をよく見ると途中で向きが反転している。引っ張られた場合もこの形であればねじれてちぎれることが少ない。 針や刺しを茎や葉に持って引っかかりながら登っていくものである。いわゆる茨はこれである。の茨類、猿かけみかんなどは茎に一面に刺しが生えている。猿鳥茨は少数の刺しがあるが巻きひげも持っている。ジャケツ茨では大きく広がった葉の裏にも刺しが並ぶ。熱帯ウギンの塔類は茎に大きな刺しが並び、葉にも刺しがあるほか、葉先から長い鶴が出て、 この表面にも一面に薬差しがあって、物に引っ掛けられる。差しではなく、針を持つのが、鍵かずらである。茎の節ごとに一体の鍵が出て、引っ掛けるのに適している。ツタの吸盤ツタの場合、巻きげの先端が吸盤になって、多物に張り付く。また、症状特殊であるが、寄生植物の根なしかずらなどは、宿主植物に寄生根をつけるのが、 吸盤のような役割を担っている。岩絡みの根系から根を出して、張り付くことで登る。這い上がると言っても良い。木図田、低下かずら、板びかずら、岩絡み、鶴亜段など、例が多い。この手のものは、地上を這う形を取ることも多い。固定のための特別な器官を分化しない種もある。朝顔や富士などは若い茎が、多物に巻き付くことができる。風車や、 千人草では、傭兵が他のものに巻きつくことができる。朝顔のように巻きつく鶴の先端は、巻きつくものを求めて、振り子のように運動し、何かに触れるとそれに巻きつく、屈折性を示すことが知られている。樹間まで伸び上がる鶴植物の場合、樹上の日当たりの良い場所で花を咲かせるものがある。このような種では、 森林の地上で生育している時と、樹幹で葉を茂らせる時とで、その葉が大きく変わるものがある。低下カズラや岩絡み、鶴マサキなどがその例であるが、多くの場合、後者はより大きく、のっぺりとしたものになっている。鶴植物は、支えとする植物より高くはなれないのが筋であり、その上を高い木が覆うのを止められない。しかし、自分より高くなるものを邪魔するものもある。 クズは虹林などの上を覆うことがある。その場合、樹木の若い枝に、クズのツルが絡みつき、若枝をねじ曲げてしまう場合がある。そのため樹木はクズを越えて成長することができず、場合によっては枯死する。近年、人工林ではツル植物による腰死被害が問題化している。森林の中で木が倒れたりして、隙間が生じると、成長の早いツル植物がそこを覆うことがある。 森林外縁にも、鶴植物が、覆いのような群落を作ることがある。これを、マント群落という。また、鶴植物と同じような姿で、地表を這うものがある。これは鶴植物とは言えないが、素早く広がれる性質を地表で応用したものとも、言える。中には、浜昼顔のように、鶴植物が地表へ進出したと見えるものもある。なお、根を張って、 木に登る種にも、低カカズラのように、幼児に地表を這うことがあるものがある。鶴植物の一種、朝顔花の美しいものは園芸に用いられる。その場合、鶴が伸びるための支柱を用する。そこで、支柱をアーチに仕立てたりして、様々な形に成形する方法がある。果樹であれば、棚の形に仕立てて、手の届く高さに成形する。這いぼる性質のものは、 壁面緑化に利用する。代表的なのは、ツタとキズタである。木質になるものの場合、その材は細長く、柔軟である上に、引っ張りに強い性質があるから、そのままに綱、あるいは紐として利用できる。クズは刈り取って、紐として利用し、焚き木を束ねるのに使われた。また、樹皮の面が美しいものは、編んで、工芸品とする場合もある。太いものは、 より重いものを支えるのにも使える。カズラバシハツルだけを用いて作られる。代表的する植物であるノーゼ前カズラ。ありがとうございます。